東北は太平洋側でも積雪に注意が必要です。予報センターは山口さんです。山口さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は仙台で初雪の発表がありましたね。はい、そうなんです。はい、いただいております動画のリポートを見てみますと、はい、まあ、雪が舞っている様子もですね、まあ、ちょっと映っているような状況でして、まあ、積もるほどではなかったんですけれども、まあ、雪の降りやすい天気ということに今なっています。はい、で初雪の観測の状況、こちらですね、仙台市。平年よりですね19日も遅い記録だったんですよ。まあ、11月の下旬で雪が降ってもおかしくないエリアではあるんですけれども、まあ、今年は寒気の南下が遅れていました。まあ、ようやく降ったとこういったところになりますね。はい、わかりました。さあ、そして現在はどのようになっているのか、まあ、こちらも確認をしていきたいと思います。はい、今も東北の太平洋側で雪あるいは雨のご報告いただいています。まあ、日中になって少し気温が上がってきた影響で仙台のあたりは今雨のご報告も多くなっているんですけれども、全体的に東北を見ますと今日の夕方ぐらいには一旦峠を越えそうなんですよ。まあ、これ西から低気圧が近づいてくるにあたって風向きが変わるためなんですけれども、今夜遅くからはその低気圧の影響を広く受けるということになります。その結果、明日の朝までのトータルの積雪量をご覧ください。これが今日の18時から明日の朝6時までの12時間の積雪量です。特に東北北部では太平洋側でも積雪量かなり多くなるということが想定されます。まあ、青森や秋田のほか盛岡でも明日の朝路面状況悪化かなりしている可能性ありますので、ちょっと明日の朝早起きして雪の状況をご確認ください。まあ、仙台市に関しては積雪までは至らないというふうに見ているんですけれども、ちょっと内陸部に入りますと、まあ、うっすら積もってきている可能性ありということになります。はい、わかりました。まあ、東北は太平洋側でも積雪する恐れがありますので、また最新の情報を確認しつつ、明日は早めに起きて準備をしてください。